透明人間は、1996年4月13日から7月6日まで、毎週土曜日21時21時54分に、日本テレビ系列の土曜グランド劇場枠で放送された、日本のテレビドラマである。主演は、カトリ・シンゴスマップのカトリ・シンゴの初主演ドラマで、カトリ・フンする主人公が透明人間となって、悪事を暴くという物語。カトの全裸。 シリマルダ氏の演技が話題となった。序盤は殺人事件などを扱いながらも明るい雰囲気で、1話完結型のコミカルなストーリーだが、第9回以降はデッドゾーン・インズスの副題がつき、敵であるゼウスグループとの本格的な対決を主軸に、最終回までシリアスな展開が続く。コミカルな演出を一定程度保ちつつも、登場人物の裏切りやし、 像王などが暗い演出で描かれる。ドラマが放映された年は、同じスマップの木村拓也も、富士テレビのドラマ、ロングバケーションで主役の瀬名秀都市を演じていた。また、日本テレビと富士テレビで、視聴率競争が展開された年でもあり、曜日は異なるものの、互いに21字枠のドラマであったために、長谷川半蔵 vs、瀬名秀都市の顔合わせも、また話題となった、好評だったため、 全12回の予定が1回延長の13回の放送となった VHS ソフト化もされている。小笠原から渋谷に渡ってきた報道カメラマン志望の青年、長谷川半蔵は偶然出会った大手新聞社メトロタイムズの記者笹森明日香と共に引き逃げ事件を目撃する。謎の露天商の男から手に入れた薬で1時間だけ体が透明になることに気づいた半蔵は 透明人間となってスクープ写真を撮影し、ひき逃げ事件を解決する。その功績を認められ、メトロタイムズでアルバイトカメラマンとして働くことになった半蔵は、アスカとコンビを組んで事件を追いつつ、裏では透明人間としての能力を生かし、事件の黒幕である。大企業グループにして、犯罪組織、ゼウスグループの悪事を次々と暴いていく。長谷川半蔵園 香取慎吾主人公、小笠原諸島の母島から報道カメラマンを目指し本土にやってきた20歳の青年、やや臆病で抜けたところはあるが、明るく天真爛漫な性格の持ち主、幼い頃に聞かされたおとぎ話に出てくる伝説のモグラを探している。ある日偶然手に入れた薬を使って透明人間になり、陰ながら事件を解決していく。 幼い頃母親に捨てられており、ゼウスグループとの戦いの中で、自身の出生の秘密を知ることになる。笹森明日香園、深津エリメトロタイムズの記者、24歳、ゼウスグループ追求の急先鋒だった亡き父、笹森慎太郎の意志を継ぎ、ゼウスの犯罪を追う。気の強い性格で、コンビを組む半蔵にしばしば手を挙げる。事件に深入りして危機に陥って監禁されては、 透明になった半蔵に助けられるが、目的に向かうと、周りが見えなくなることも、相まって、アスカ自身はそれに気づかず、少なからず、疑問を覚えることもあるものの、事件のたびに逃げ出したと思い込む。笹森玲奈園、山田舞子アスカの妹、15歳。血は繋がっておらず、アスカの父が、自身の厳しい追求により自殺したとされる、ゼウスグループ。 佐々木工場長の娘を引き取り育ててきた。12年前のある事件から全盲となっているが、透明になった、半蔵の姿だけは見ることができる。そのため、滅多に外に出られない彼女にとっては、数少ない友人として、半蔵にとって、透明人間としての活動を明かせる数少ない友人として、互いに連絡や協力を取り合うようになる。遠山達夫園。 石田純一警視長首都圏本部捜査一課の刑事。女好きで美女を見るとすぐに口どく。刑事としては、迂闊な性格で、表面上は、軽薄なため、アスカからは軽く扱われているが、根は人情に厚い正義感。透明人間に遭遇した犯罪者の証言を何度も耳にするうちに、犯像が透明人間ではないかと疑問を抱いていく。西村信子園。 黒木瞳警視庁首都圏本部科学捜査研究所主任、麗奈の母親を名乗り、アスカの元から引き取ろうとする。その正体は、ゼウスグループの一員であり、証拠の偽造や捏造で信奉者の犯罪隠蔽を行っている。本名は、大沢真奈美。実は、犯蔵と深い関わりがある。森田友人、森本レオメトロタイムズの部長、エンザンの先輩でもある。妻とは離婚している。 顔が広く、多趣味な面があり、透明人間になった、半蔵の行く先々で遊んだり習い事を受けたりする。終盤では、ゼウスの一員ではないかとアスカに疑われる。倉沢清春園、黒谷由香メトロタイムズで、アルバイトとして働く女性。実はハッカー並みに、コンピュータの扱いに長ける。大川則夫園、石塚秀彦メトロタイムズのカメラマン。カメラマン志望の半蔵に先輩として、 アドバイスを送ることもある。退職感で、やや抜けたところもある。家族に幼い娘がいる。野口園、二平様一メトロタイムズのハイヤー運転手。衣服の所在がわかりやすく、人目に触れられにくい車内は半蔵にとって、透明になりやすく、服だけ置いていかれる状況に少なからず遭遇するが、終盤まで透明人間とは気づかない。庭の実る園、山崎はじめ半蔵が住むアパートの大家。 妻の緑、娘の梅、桃姉妹と共に暮らす。家族揃って、半蔵の部屋に、無断で上がり込んで私物を使う。たまに騒動を起こすものの、家族仲は良好。庭の緑縁、あれがサツキ大家夫人。人妻にもかかわらず、半蔵に好意を抱いており、何かと世話を焼こうとする。ミスター X 縁、島田旧作ゼウスグループの指導的立場にある人物。その蘇生は、 一切が謎に包まれている。最終回で、半蔵がパンドラの箱を奪い失敗したため、真の支配者であるクロノスに抹消される。長谷川半蔵が手に入れた、下流状の薬を服用すると頭痛に襲われ、青白い光に包まれたあと1時間のみ、透明人間になることができる。着用している服などはそのままのため、透明人間として活動するには、全裸となる必要がある。 飲食物などは口に含んだ瞬間見えなくなるが、体外に排出された汗や血液などは周囲からも視認が可能となる。また水に濡れた状態では体表に水が付着して視認されるため、宇宙での活動も不可能である。半蔵は謎の露天商から手に入れたこの薬を花粉症の薬と思い込むが、その実態はゼウスグループ西東京研究所から研究員の 小峰によって持ち出されたピグマリオン計画の副産物である。先の薬と見た目が全く同じであったために、小峰が引き逃げされた際、半蔵がその場に落ちていた薬を誤って拾ったのである。この薬は生体に強い副作用をもたらし、大量に服用すると、次第に不定期な透明化や激しい頭痛、全身の痛みなどの症状に襲われるようになり、やがては死に至る。 東京工科大学八王子キャンパスの研究棟、ゼウスグループ本部、オリンポスビル外観の撮影に使用された自然環境とテクノロジーの共存共栄を理想に掲げ、多岐にわたる分野に事業を展開するコンセルン。表向きには合法的な企業活動を行っているが、その裏では利益のために殺人さえも平然と実行する巨大犯罪組織であり、 グループの息のかかった人間を警察組織などにも多数送り込んでいるため、その悪名にもかかわらず、本格的な敵発を逃れている。ゼウスの名は、ギリシア神話の主神ゼウスに由来し、関連企業にもギリシア神話の神々や人物に、ちなんだ名称が付けられている。グループの総本部は、オリンポスビル。ゼウスグループの真の目的は、ピグマリオン計画を実行に移すことである。この計画は、 ギリシア神話において、理想の女性の像を掘り、人間になったその像と結婚した、ピグマリオンの話になぞらえ、神経に作用する特殊なガスを用いて、人間をゼウスグループの信奉者に作り変えることを目的とする。物語開始の12年前に、新潟県のアリオン科学新潟工場で実験が、 行われたが失敗しており、ゼウスグループはその事故を隠蔽するために表向きには塩素ガス発生事故として処理した。計画実行には不完全な状態のガスが入れられた通称、パンドラの箱とアリオン科学佐々木工場長の娘、レーナの目に記録された化学式の情報が必要となるピグマリオン計画に絡む数々の指示は、 ミスター x という蘇生不明の人物が行っているが、ゼウスグループの真の支配者はクロノスである。その名はゼウスの父クロノスに由来する。事故によって使えなくなった肉体を捨てており、脳髄のみが機械につながれている。すでに人間としての感情を失っており、逆らったものや失敗したものを容赦なく殺害する。参照、宇宙船。 イヤーブック1997朝日ソノラマ宇宙船別冊1997年2月28日66ページ雑誌コード018844から02ありがとうございます